温泉へ行こうの出演者の現在。皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。今回は、あの大人気だった昼ドラ、温泉へ行こう。私も大好きでよく見ていました。あのドラマに出演されていたキャストの皆さんは、今どうされているのでしょうか。調べてみました。どうぞご覧ください。温泉へ行こうとは、温泉へ行こう、レッツゴー温泉は、TBS 系列のテレビドラマシリーズ枠、愛の劇場で放送された昼ドラで、1999年から2005年にかけて、前後シリーズが放送され、第5シリーズをもって、温泉へ行こうシリーズは幕を閉じました。最高視聴率は、2001年2月7日放送第2シリーズで、記録した 13.2%。 温泉旅館を舞台にしたドラマで、元銀行員の薫が温泉旅館で奮闘する姿が描かれたドラマです。それでは出演されていた温泉へ行こうのレギュラーキャストの役柄とその現在について迫ってみます。どうぞご覧ください。椎名薫、加藤貴子さん。椎名薫は大手銀行に勤めていたが、エリート行員海道真也との婚約を一方的に破棄される。失意の薫は高校時代からの友人の神野紗恵子、ハローワークで知り合った吹越美晴と共に、幼い頃別れた生みの親の母静江が営む老舗温泉旅館倉原を訪れるが、そこで大女将である母から倉原の女将になるよう言われる。演じた加藤貴子さんは1970年10月14日生まれの現在50歳。アイドルユニットリップスとしてデビュー。解散後の1995年より女優として活動。以降この TBS 系ドラマ温泉へ行こうシリーズの主演をはじめ、テレビ朝日系ドラマ科捜研の女シリーズなどに出演。2013年10月一般男性と結婚します。42歳からの不妊治療と46歳にして第二子出産。2児の母となっています。現在もドラマを中心に活躍中です。武藤健二、田中稔さん。倉原の支配人。中井からも信頼されている。薫が若女将となることを不服と思っていたが、いじめにめげない薫に、徐々に中井たちに認められる存在になり、当初犬猿の中であった武藤とも次第に惹かれ合うようになる。演じた田中稔さんは、中台達也さんが主催を務める無名塾出身の俳優。 NHK の連続テレビ小説リンリンとで主人公を演じて注目を集め、その後のこの温泉へ行こうの人気により2時間ドラマの常連役者として活躍しました。しかし2011年4月、自宅にて意識不明の状態であるところを、マネージャーと母親が発見し、病院に救急搬送されましたが、死亡を確認。44歳でした。吹越美晴、矢部美穂さん。薫とハローワークで知り合ったことにより、仲居として働き始める。当初は薫と共に、中井さんからいじめを受ける対象だったのですが、時にずる賢く、その窮地を切り抜けていく。演じた矢部美穂さんは、1977年6月7日生まれの現在43歳。92年雑誌コンテストでグランプリ受賞をきっかけに、芸能界デビュー。以降、バラエティ番組、グラビアなどを中心に活動。2013年より CX アウトデラックスや、競馬番組にと、現在もレギュラーでテレビ出演されています。倉原、長野百合子、藤吉久美子さん。失踪中の薫の兄、篤の妻。倉原の若女将。中井からはとても信頼されている。演じた藤吉久美子さんは、1961年8月5日生まれの現在59歳。大学在学中に NHK 連続テレビ小説の公募に応募し、568人の応募者の中からヒロインに選ばれ、
1982年10月から半年間放送された連続テレビ小説よーいどんで、波乱万丈な人生を生き抜くけなげなヒロインを演じました。その後、数々の作品に出演。私生活では、95年に俳優の田川陽介さんと結婚。おしどり夫婦として知られ、夫婦での仕事もされています。現在も、ドラマを中心に女優として活躍されています。佐々木信枝、山下博子さん。中井頭。中井たちからも恐れられている。カオルらを、よく雑巾がけやお風呂掃除など、しごいていたが、徐々にカオルを女将として認めていった。演じた山下博子さんは、1963年6月20日生まれの現在57歳。この温泉へ行こうシリーズで注目を集め、その後、踊る大捜査線ザ・ムービー2や、刑事もののテレビドラマを中心に活躍。近年も相棒での出演や、ミステリーもののドラマを中心に、女優として活躍されています。竹本、大谷博美、田中千代さん。中井の一人。板前の大谷真嗣と後に結婚する。演じた田中千代さんは、1975年7月7日生まれの現在45歳。日本大学法学部新聞学科卒業後、1998年にオスカーグラビアグランプリを受賞。その後、タレント、女優として活動。2007年5月20日に結婚し、現在は2児のお母さんになっているそうです。2012年のテレビドラマを最後に、主だったテレビ出演はされていないようですが、かつて、この TBS 温泉へ行こうシリーズで共演した。矢部美穂さんとは、今でも仲が良いそうです。倉原静江、藤村志穂さん。倉原の女将。パチンコが大好きで、たびたびいなくなる。カオルを若女将にしたのは、自身が病にかかっていて、倉原を案じたためだった。演じた藤村志穂さんは、1939年1月3日生まれの現在82歳。1962年映画、破壊でデビューし、同作品の役名志穂と、原作者の島崎藤村の名を取り、藤村志穂という芸名で活動。以降、大映のスターとして、主に時代劇で活躍。テレビドラマにも進出し、1965年、最高期のネネ役を演じたのをきっかけに、大河ドラマでも活躍。また、バラエティ番組やトーク番組にも多数出演。2014年1月に背骨を圧迫骨折し、医師から絶対安静と診断されたため、大河ドラマ、軍師官兵衛 NHK のナレーションを降板。その後、現在はご高齢のためか、目立ったテレビ出演はないようです。大谷真嗣、志賀谷一馬さん。倉原の板前。よく調理場から上がったようと、料理を中井たちに運んでくる。演じた志賀谷一馬さんは、1976年7月9日生まれの現在45歳。高校卒業と同時にテレビコマーシャルでデビュー。以降、フジテレビ、白線流し笠井康史役など、多くの映画、テレビに出演。しかしながら、探ってみましたが、現在は俳優として主だった活動がないようです。ご存知な方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると幸いです。神の最古、アメクミチコさん。カオルと高校時代からの友人。以前は会社を経営していたのだが、事業に失敗し、倉原でカオルたちと働くことにする。演じたアメクミチコさんは、1963年11月14日生まれの現在57歳。バラエティ番組、俺たちひょうきん族、フジテレビに出演し、一躍ブレイクを果たしました。映像作品の他に舞台でも活躍しており、三谷幸喜作品には常連となっています。私生活では2001年に俳優の佐藤 B 作さんと結婚。現在も刑事ミステリードラマを中心にテレビ出演され活躍されています。
新藤よしみ、不正理さん、倉原の中井の一人、はじめは信枝さんと共に、カオルに厳しく当たっていたが、次第にカオルの頑張りを認めていった。演じた不正理さんは、1962年9月22日生まれの現在58歳、竹中直人、伊藤聖光らのギャグユニット、ラジカル・ガジベリビンバシステムで活躍後、1994年に、住田隆とお笑いコンビ、ビシバシステムを結成。その後、女優としてもナースのお仕事。この温泉へ行こう。時効警察など数々のテレビドラマを中心に活躍。近年も NHK 連続ドラマ小説半分青いで、喫茶店灯火のママ雅子役を演じるなど、現在もテレビドラマを中心に活躍されています。海道真也、神保聡さん、カオルの元婚約者、銀行に勤務、上司の娘との縁談を承知したため一方的にカオルとの婚約を破棄した。倉原の財務回復を銀行から託され出向、再びカオルと出会ったことで本当の自分の気持ちに気づいていく。演じた神保聡さんは1962年12月3日生まれの現在58歳、1999年から2003年 TBS ドラマ温泉へ行こうシリーズで海道真也役を演じた以降、2004年から2016年テレビ朝日相棒シリーズに大河内春樹役でセミレギュラー出演、2002年仮面ライダー龍騎、2004年東海テレビボタンとバラの島とよき役、2008年 TBS ブラッディーマンデー式村宗介役を務めるなど多数のドラマに出演。現在もテレビドラマ、舞台を中心に活躍されています。そして私生活では、第2シリーズに出演されていたあゆゆうきさんと、この温泉へ行こうシリーズで共演したのをきっかけに交際を始め、2001年6月に結婚。かなり過酷な昼ドラの撮影現場となると、文句の一つも言いたくなるところだが、あゆさんは撮影中はもちろんのこと、長い待ち時間でも文句も愚痴も言わず、周囲に気が使えることに対して神保さんは、女優としてもすごいけど人間としても素晴らしいと以前から尊敬していたと言います。結婚後一度も喧嘩したことがないそうで、さらに二人の娘たちからもパパとママはラブラブだねと呆れられるほど仲が良いそうです。温泉へ行こうがきっかけで結婚されたなんて、また良縁だなんて、見ていた私たちも嬉しいですね。以上、温泉へ行こうの出演者の現在を探ってみました。皆さんが気になった方はどなたですか？コメントで教えていただけたら嬉しいです。コメントお待ちしております。いかがでしたでしょうか？ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。